Marvelous!恐れながら無事にご帰還なされたようで何より。私もあと一歩で軍勢の手にかかるところでしたが、死力を尽くして本陣へと帰参した次第です。生きていたか。さすがにあの様子ではロストしたものと思ったが、うむ、再会かなったことは喜ばしい。余と奏者も問題ない。新たな脅威に悩む頭の痛みも貴殿がいれば鈴風のようなものだ。なんと、未だ気力は萎えておられないとは。私はあなたを見誤っていたようだ。あの破壊の様を目にしてもその威厳、さすがはセラフの神王。頼もしい、本当に頼もしい限りです。ですがひとまずは回復に努めましょう。玉座を有した自陣はレガリアの力によって形作られています。それゆえに特に防御に優れております。さらには秘匿性も高く、あの破壊の軍勢どももすぐには察知しえぬはず。ふむ、陣にはかような効果があったか。便利なものだ。だが穴熊を決め込んでもおられぬ。あのエネミーどもは強力であったし、白いサーヴァントの剣はベスビオのごとき猛威であった。何よりあのサーヴァントのマスターは。学士殿、心当たりは。おそらく新たな3人目は体であると予測されます。キャスターの連れていた2人目は魂かと。うむ、なんという大雑把。いや、堂々とした物言い。さすが世のマスター。ふわっとした大物よな。これらの3要素はトリニティにあってこそ正しく組み合わさり、量子虚構世界における生命体として活動するものです。だが神王のマスターにはそれがない。3種の要素が奇跡的に独立し、仮初めの電脳体として存在している状態なのです。そして三種の中でも最も揮発性の高いデータである精神は、およそ肉体や魂という専用の記録媒体がなくては消え失せるのみ。消滅の危機は今もって健在なのです。手はあるのであろう。無論ですとも、あの白色の英霊アルテラと呼ばれていた者の手にも敵によって分割されたレガリアが確認できました。私は以前の言葉を訂正する必要があります。レガリアは2つに引き裂かれたのではなく、3つに引き裂かれていたのでしょう。奏者とレガリアが3つにか。そういうことか。つまり真に王権を与えられたのは。まあよい、結果的には同じこと言えな。とあえて口を閉ざす世なのであった。ともかく3つに分割されたレガリアを全て手中に収めれば奏者は元に戻るのだな。もちろんですとも。キャスターのレガリアは壊れてしまいましたが、残るアルテラのレガリアは健在。神王のレガリアを中心として再統合を行えば、精神を中心として電脳体を再構成するのは容易ですから。おおむね分かった。ならば世のなすことは変わらぬ。そうであろう、奏者よ。アルテラなる突然の侵入者も含めて、世は改めてセラフ全土の再統一を果たすのみ。
強力な相手ではあるが、何、こちらもキャスター戦で消耗していたのだから仕方ない。万全の状態で対すれば。さてそいつはどうかね。自信家なのはいい対象の条件だが、今度ばかりは相手が悪い。あの英霊アルテラってのが神明かは知らねえが、破格のサーバントなのは確かだ。というか特例か、あれはなんか裏があるぞ。そうでもなけりゃあのホーグに説明がつかねえ。乱さか、その口ぶり、アルテラと一戦交えてきたな。でどうだ、あやつの正体はつかめたか。いや、戦いにはなったが背中がキンキンに冷えちまってな、こりゃやべえって振り切ってきたところだ。それよりもだな、皇帝陛下の嬢ちゃん、言いにくいんだが。クーフーリン殿、すでに新王陛下はご回復なされています。正直に申し上げるべきかと。ん、仕方ねえか、ここらで伝えてやるのがいいな。そりゃそうだ。ん、まずあんたの国取りはあと一歩だった。キツネの姉ちゃん、玉も支配領域を完全に落とす寸前だったんだしな。うむうむ、そして玉も、青のキャスターは撃破した。逃げられたが、あれはもう再起はすまい。新たなレガリアを持つアルテラこそが次なる敵だ。奴の支配領域は、うむ、最後の玉も支配領域をそっくり奪ったというあたりか。いや、いやいやいや、どういう意味だ。仲がいいな貴様たち。まさか余と奏者が休んでいた半日足らずで。おう、当たり。あんたたちが休息しているうちにアルテラの軍勢は凄まじい速度で進撃しやがった。この半日、いや半日足らずで、セラフ全域のおよそ 80% を連中は掌握したぜ。 80? そうだ、 80% と申したのか。申したとも。俺やガウェイン、アサシンにアーチャーの野郎も各エリアで抵抗したんだがな、完全に奇襲された形だ。最初から 20% を残すと決めて、他は切り捨てなけりゃこの陣まで攻め込まれてただろうよ。あの女、どこの英霊か知らねえが随分な玉だ。とんでもなく戦慣れ、それも殲滅戦制圧戦に長けてやがる。さらに配下がヤバい連中揃いと来やがった。マケドニアの大英雄だったか、あんなもんまで配下にしてくるとは予想外だぜ。奏者よ、聞いたか、たった半日で うむ、そうだな奏者、その通りだ。よもや半日で 80% とは、半月で 50% であったキャスターが可愛く思えるぞ。しかしやるしかないのだ。世はレガリアを修復し、奏者消滅の危機を乗り越える最新劇で。バー、テルマエは実に良い。テビダリウムも好きだが、やはりカルダリウムのように浴槽に浸かるのが良い。おお、全身の疲れが消えていくようではないか。うむ、実際のところマイルームの全てには回復効果のある仕様を設定してあるのだが、それでも感じるものの差異はある。あるのだ、あるのだとも。奏者よ、そなたはどう感じる？
者も胸の高鳴りを覚えているのだな。何を隠そうユモだ。いや、このような姿では何を隠すでもないが、言葉のあやなので気にするな。妙な気恥ずかしさに今更ながらに全身が熱くなるが、これもひとえにそなたが最高の奏者であるからこそ。矢はそなた以外にこうも熱くはなるまい。いや、風呂は熱いが。そなただけだぞ。余自慢のバラの湯へと誘う相手などと。の奏者、あんな殺し文句を堂々とかつ爽やかに告げるとは。嬉しいが照れるではないか。だが矢も慣れた。花も恥じらう乙女ではあるが、奏者の構成にいつまでも驚いてはいられないからな。真剣な話をしようと浴槽に誘ったのは余の方だが、その挑戦に応じたくてうずうずしてるのも本音。生児の前の大事とも言うし、褒美にギュッと抱きしめたくなったのだが、どうか。あ、そうか、構わぬのか。構わぬのだな。良いのだな、許すのだな。では早速、おぬ、よはそなたを抱きしめてしまおう。いざ待ちに待った至福の時を。うむ、思った以上にたくましいな、そなたは。こうして肩に指をはわすとよくわかる。うん、名残惜しいが、鎖のように重ね合うのはここまでにしよう。うむ、ご褒美はここまでだ。余も耐えるゆえ、そなたも耐えるがよい。うむ、精一杯の強がりというやつだな。む、それを正面から問うとは。つまりだな、余も少しは自制しているのだ。目前の地層もとい最高のご褒美を前にして、余が一匹の獣と化してしまうのか、それともセラフの神王としてカシッと自制の効いた皇帝であり続けられるのかとな。言うではないか。ところでそなた、世の嫌いなものは覚えているか。うむ、節制と自制はよく似ている。節制とは多くを求めすぎないこと、自制とは己を厳しくしつけること。本来であれば自制などしたことかと皇帝ビーストモードに入り、叱るのち後悔の海で反問するのが世の通例だが、こたびはそのような余裕はない。この歪みとて一時の癒しと思わねばな、思わねばな。真の踏み込みだったが、外されてしまったか。お預けというやつなのだな。うむ、三人目の奏者、つまり肉体の奏者についてだが、
キャスターの時とはいささか様子が違う。アルテラ目に囚われていると見るのが順当であろう。何らかの方法で強制的に主従のマスターとサーヴァントの契約を結んでいるならば、ああして傍らにいるのも納得できる。本来の主従とは別の関係であろうが、そこは第三のレガリアの力によるものか、それともアルテラ自身の力によるものか、判断するには材料が足りぬ。幸い何者であれアルテラはサーヴァント、捕虜として捕まっているにしてもマスターであるうちは殺されはすまい。であろう。そうでなければそなたがあのような行いを感化するはずがない。どうあれ肉体の奏者も助け出さねばな。マスターを人間として扱うというアルテラの気が変わらぬうちに。破壊の軍勢とは面白い。武の合理果たして破壊できるか。破壊の軍勢はあなたにお任せします。征服王の力知らし。貴様は再びまみえたな、アルテラ。セイバーか、よく生きていたものだ。だがすぐにお前も破壊される。我が破壊の軍勢によって。待て、貴様逃げるのか。消えてしまったか。3人目の奏者はどこにやったのだ。破壊の軍勢はあなたにお任せします。征服王の力知らしめる時でしょう。いささか不本意だが、まあよかろう。我が波動を存分に見せてくれようぞ。トップサーバント征服王イスカンダル、ムーンセルが召喚した強力な英霊だ。放置した場合の被害は想像もつかないが、早急に倒してしまった方が得策だ。お忍ぶ毒フッハッフッハッギャッフッハッフッハッフッハ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 ッ急ぐぞマスター。やっはっやっはっふっやっ、愛の力思い知ったか。ほう、やるじゃないか。素晴らしい、お見事です。たわいもない奏者よ、このエリアをそなたに捧げよう。行くぞ、世の兵たちの窮地だ。急ぐぞマスター。500体撃破とは、いよいよ波に乗ってきたな。ハッフッハッフッテイハッフッハッハッフッよ。味方が襲われているな。防衛に向かうぞ奏者よ。奏者よ、戦況の確認を。攻め込まれている自陣があるようだぞ。ハッフッハッフッ、吹き飛ぶがよい。フッハッフッハッハッフ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 ッ、落ちるがよい。ハッフッハッハッフッハッフッ、無礼者エナオスが。ハッフッ、この剣は星のごとく。フッハッハッヤッフッハッフッハッフッハッフッ、いかん、あの劣勢は捨ておけぬ。早く助けに行かねば。やっはっはっふっ、やっはっやっはっ、愛の力思い知ったか。花と散る、在下は問わず。戦隊突破か、見事。木人が相手としても侮れぬな。間に合ったな。見たか奏者よ、領土を守り抜いたぞ。かか、防衛する姿まで華々しいな。気持ちいいな。
蹂躙と呼ぶにはちと物足りんが、この感覚は久しいな。力がみなぎってきたわ。セクターが制圧されたか。いよいよ本気を出してきたようだな。奴をこれ以上調子づかせる前に倒さねばならぬな。間に合ったな。見たか、奏者よ、領土を守り抜いたぞ。かか、防衛する姿まで華々しいな。味方が襲われているな。防衛に向かうぞ、奏者よ。さすがですね、征服王。前線王の前だ。勇姿を示すがいい。さすがですね、征服王。全セクターの制圧も間近でしょうか。まだまだ行くぞ。あらやっ、転落の飾りとなれ。あの暴君が貴様のような戦士とはな、つくづく人類史というやつは面白い。同感だ、アレキサンダー大王。いや、征服王イスカンダルよ。行くぞ。何の骨がとろける時だ。ムーンセル、完全武装だが、兜は脱ぐ世なのであった。骨があるではないか。どれ、もう少し殴り合うか。せっ、はっ、せっ、はっ、はっ、犬に積もえ。たまらんの、勇者との戦いとはこうでなくてはな。ここはもう大丈夫であろう。先を急ぐとしよう。間に合ったようだな。今回の雇い主は働き者で結構。正気を失ったのならまずは離れる。今一度夜が戻るまで待つがよい。気持ちいいな。行くぞ。先を急ぐぞ。便利なものに。プラントがいるな。まずあれを叩き落とそう。はっ、ふっ、ふっ、はっ、こちら、ふっ、はっ、はっ、ふ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 っ、ふっ、はっ、覚悟は良いな。はっ、やっ、ふっ、やっ、はっ、何度でも言うぞ。ドア、奏者が大好きだ。花と散る。財かは問わない。ふっはっ、やっ、はっ、ふっはっ、ふっ、はっ、華麗に決めるぞ。ふっはっ、もはや止まらぬぞ。ふっはっ、ふっはっ、はは、戻ったぞ。征服王の戦い、たっぷりと味合わせてやろう。ふっ、見惚れよ、ロサイクス。ふっはっ、ふっ、やっ、味方が襲われているな。防衛に向かうぞ。そうしよう。ふっはっ、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 はっ、ふっはっ、ふっ、ふっ、これ直すがよい。やっ、はっ、はっ、はっ、やっ、はっ、やっ、愛の力、思い知ったか。ふっはっ、はっ、はっ、ふっ、まだまだ行くぞ。はっ、ふっはっ、ふっ、やっ、やっ、はっ、転落の飾りとなれ。うん、こんなところか。味方が襲われているな。防衛に向かうぞ、奏者よ。突き取って。見事だ、奏者よ。要は嬉しい。我らの勝利だな。また一つ帝国の領土を増やしたぞ。まったく大した活躍だ。敵には同情を禁じえないな。気持ちいいな。ふっ、ふっ、はっ、はっ、ふっ、ふっ、はっ、せっ、
これ直すがよい。愛の力思い知ったか。花と散る。聞いたわい。はい、解散。はっ、ふっ、はっ。とろける時だ。ムーンセル。エム。完全武装。だが兜は脱ぐ世なのであった。この中だ。たまらんの。勇者との戦いとはこうでなくてはな。勝機を失ったのならまずは離れる。今一度世が戻るまで待つがよい。しよう。かか、防衛する姿まで華々しいな。戻ったぞ。征服王の戦いたっぷりと味合わせてやろう。かか、よくぞ参った。存分にし合おうではないか。ふっ、はっ、ふっ、無礼者。出直すがふっ、はっ、やっ、はっ、ふっ、落ちるがよ。味方が襲われているな。防衛に向かうぞ。奏者よ、奏者よ、戦況の確認を。攻め込まれている自陣があるようだぞ。ふっはっ、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 はっ、ふっはっ、ふっやっ。天幕よ、落ちよ。ロサイクス、はっ、ふっはっ。この剣は星の世の兵たちの窮地だ。急ぐぞマスター。はっ、ふっ、ふっはっ、はっ、ふっ、はっ、はっ、はっ、ふっ、ふっ、はっ、やっ、ふっ、はっ、ふっ、はっ、はっ、はっ、ふっ、ふっ、はっ、ふっ、はっ、はっ、ふっ、けい、はっ、ふっ。まだまだここからよ。見惚れよ。ロサイクス、はっ、ふっ、はっ。天幕よ、落ちよ。ロサイクス、はっ、ふっ、はっ、やるがよ。見惚れよ。さらに強くなっ、いかん。あの劣勢は捨ておけぬ。早く助けに行かねば。落ちよ、ロサイクス。うん、ここはもう大丈夫であろう。先を急ぐとしよう。間に合ったようだな。今回の雇い主は働き者で結構。奏者よ、戦況の確認を。攻め込まれている自陣があるようだぞ。はっ、ふっ、はっ、ふっ、はっ。見惚れよ、ロサイクス。はっ、ふっ、吹き飛ぶがよい。良い訓風だ。これは本気でいかねばな。ふっ、はっ、やっ、ふっ、はっ、はっ、ふっ、はっ。もはや止まらぬぞ。ふっ、はっ、無礼者。ふっ、はっ、ふっ、はっ、はっ、ふっ、ふっ、やっ、はっ、ふっ、はっ、ふっ、はっ、ふっ、はっ、はっ、ふ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 っ、やっ。この剣は星のごとく。はっ、はっ、ふっ、ふっ、まだまだ行くぞ。はっ、はっ、ふっ、ふっ、はっ、ふっ、はっ、ふっ、ふっ、痛いではなかった。もう勝ったぞ。はっ、やっ、はっ、やっ、はっ、ふっ、やっ、はっ、はっ。天幕の飾りとなれ。
と散れ。罪かは問わぬ。まったく大した活躍だ。敵には同情を禁じえないな。うん、ここはもう大丈夫であろう。先を急ぐとしよう。間に合ったようだな。今回の雇い主は働き者で結構。セクタートラップか。奏者よ、コードキャストの用意を。ふっはっふっふっやっはっ。天幕よ、落ちよ。ロサイクズはっふっはっはっ。コードキャストだ、奏者よ。ロサイクズ、む、いかん、今日が乗りすぎたか。これはまずい。なく、もはやここまでか。余は最後まで諦めぬ。天幕よ、落ちよ。ロサイフッハッハッハッフッヤオアさん、ハッフッハッフッヤフッハッハッハッ。この剣は星のごとく、フッハッフッハッフッ。本格的に下手を打ったのう。ハッフッ、もはや止まらぬぞ。制圧完了だ。土地は多ければ多いほど良い。いい成果を出したようだな。こちらも見習うとしよう。こちらだ。気持ちいいな。行くぞ。すまん、ここまでとなった。奏者よ、ここにはプラントがいる。奴から倒さなければ制圧はできないぞ。ふっや、この剣は星のごとく。はっふっはっはっ。天幕よ、落ちよ。ロサイクズフッハッ。これ直すがよい。ヤッハッヤッハッハッヤッハッハッヤッハッ。天幕の飾りとなれ。花と散れ。ハッフッハッヤッハッフッフッハッフッハッ。ハッフッフッハッハッハッフッフッフッハッフッハッ。やっフッ、落ちるがよい。ハッハッ、覚悟はよいな。やっハッハッハッ。やっやっハッやっ。愛の力、思い知ったか。ハッフッこんなところか。フッハッフッハッフッハッハッハッフッハッフッハッフッ。落ちるがよい。フッハッヤッ。この運命、そなたと共に開くがよい。はあ、ギガエイクトゥス。プレメール、シルクのバラだ。世の兵たちの窮地だ。急ぐぞマスター。世の勢いはとどまるところを知らぬな。世の兵たちの窮地だ。急ぐぞマスター。ミスロエニアへ。このエリアをそなたに捧げよう。いい成果を出したようだな。こちらも見習うとしよう。味方の損害が大きくなっているな。判断はそなたに任せよう。ハッフッハッフッ。もろすぎる。ハッフッ。見ているがよい。やっハッハッやっハッハッやっ。思い知ったか。たまらんの。勇者との戦いとはこうでなくてはな。はい、解散。ふっふっ、炎のバラよ。せっ。ふっはっふっはっはっはっふっはっ。もろすぎる。ふっ、痛い。ふっはっ、もはや止まらぬぞ。ふっはっ、やあ、この剣は星のごとく。はっはっはっ。
まずがよい。ニコレオ邪魔だ。抜かった。いいのをもらっちまったわい。ふっはっ、痛いではないか。覚悟は良いな。はっやっやっはっふっやっはっやっはっ。転落の飾りとなれ。花と散れ。財貨は問わず。まったく大した活躍だ。敵には同情を禁じ得ないな。間に合ったな。見たか奏者よ、領土を守り抜いたぞ。間に合ったようだな。今回の雇い主は働き者で結構。しくじったわ。我が波動をここに継げるか。奏者、戦況の確認を。攻め込まれている自陣があるようだぞ。あの征服王を撃破したか。これは簡単するほかにないな。サーバントが出現した。早急に撃破しろ。やっ、愛の力思い知ったか。
いい成果を出したようだな。こちらも見習おうとしよう。奏者、ここにはプラントがいる。奴から倒さなければ制圧はできないぞ。はっふっふっ、この剣は星のごとく。はっはっふっ、天幕よ落ちよ、ロサイクトゥ。はっふっはっはっふっ、落ちるがよい。はっふっ、奏者、戦況の確認を。攻め込まれている自陣があるようだぞ。止めよう、見惚れよ、ロサイクス。フッハッフッ、もはや止まらぬぞ。フッハッフッ、ヤッハッフッ。これ直すがよい。ハッヤッハッフッ、ヤッハッフッ。何度でも言うぞ、ドア、奏者が大好きだ。うん、こんなところか。はっふっ、ルーラーの名にかけて戦いを収めます。すでに裁定は終わっています。ルーラーの名のもとにあなたを倒す。なんとエクストラクラスか。ひるみやせぬ、ここで討ち取るまで。制圧完了だ。土地は多ければ多いほど良い。まったく大した活躍だ。敵には同情を禁じないよ。フッハッフッハッハッハッフッハッハッ、ヤッフッハッ。無礼者、エナフッ。いかん、この劣勢は捨ておけぬ。早く助けに行かねば。フッハッハッ、もはや止まらぬぞ。フッハッ、ヤッ。この剣は抵抗は無意味です。おとなしく下りなさい。フッハッ、吹き飛ぶがよい。フッハッフッハッフッフッ、無礼者、直すが。フッハッハッフッハッ、ヤッフッ。あくまで抵抗するのですね。ではここからは本気を出しましょう。フッヤッハッ、天幕よ落ちよ、ロサイクトゥ。はっ、フッハッハッ、見ているがよい。ヤッハッフッ、ヤッハッハッ、ヤッハッハッ。天幕の飾りとなれ。あっ、主よ、我が主よ、我が旗に力を。はっ、舞台の準備は整った。喝采の時だ、奏者よ。ふっはっふっ、とろける時だ。ムーンセル、エム、完全武装。兜は脱ぐ世なのであった。行くぞ、奏者よ。ふっはっふっ、ワルハッハッハッ。ふっイグニス燃えにあえ。はっふっ、踏みつける。無念、務めを果たせない。私が至らなかったから、主よ、お許しを。奏者よ、構えよ、来るぞ。噂をすれば姿を見せるか。自らの評価がそれほど気になるのか、英霊アルテラ。ふむ、3人目の奏者はいないか。それともその指輪と一体になっているのか。そうだ、あれは私の所有物、私のマスターだ。外に出る自由も、お前たちと話す自由も許さない。ふん、やはり囚われの身であったか。貴様、マスターを何だと思っている。何度も言っている、あれは私の虜だと。本来なら指輪だけあればいいところを、
ああして生かしているだけだ。だが前回はその選択を逆手に取られた。私の石室から出てくるなど許した覚えはない。その罰として今はこの中に入れている。主の声を無視し無理やりにか。ますます度し難い。やはり貴様にはきつい一撃を見舞わねば気が済まぬ。それはこちらも同じだ、サーヴァント。貴様が我がマスターを語るたびにその甘さに吐き気がする。しかしだ、この結果は意外だった。征服王イスカンダルが敗れるとは。あの男、手を抜いた形跡はなかったが、なぜだ。お前の英霊としての霊気性能ではあれに勝てる道理はない。なぜ勝利した、聞かせろ。そんなことも分からんのか、アルテラ。戦いを左右するものは性能だけではない。天の理、地の理、そして人の理。勝機を嗅ぎ分け、これをつかみ取るは人の理、すなわち情熱だ。そして情熱であれば我らの独壇場。貴様は知るまい。この月で行われた聖杯戦争にて矢と奏者がどのように戦い駆け抜けてきたのかを。パラメーターなど予想に過ぎぬ。定められた勝利を覆してこそ舞台の星。絆と愛の前にあらゆる数値は道を譲ると知れ。絆、愛、隠された機能というものか。だがそんなスキルは確認されていない。そういうあれではない。今のでわからないのであれば貴様にはわからぬものだ。大部分フィーリングの話だからな。いや、愛という言葉は知っている。それは感情というものだろう。私には理解できない。ならばマルスの剣で確かめるまで耐えろよ、ローマの皇帝。まだまだ。涼しい顔のままか、アルテラよ。そしてマルスの剣と口にしたな。ならば栄光なりしローマの神々を知る者か、よもやローマにゆかりある者か。私はアルテラ。私は破壊するだけだ。世界を、お前たちを、ローマ、そういう文明もかつてはあったか。なら私が破壊したのかもしれないな。何？だが必ずしもそれは私の本意ではない。破壊は私の本分だが、それだけの女と思われるのは心外だ。皇帝ネロ、お前のマスターとレガリアを私に引き渡せばお前たちは助けてやろう。でなければマスターの精神であるものがお前もろとも破壊されるのみだ。選べ、幸福か消滅か。断る。わずかだが考えるための猶予を与えよう。よく考えろ。再び私とお前たちが出会う時、それが猶予の終わりだ。あら、あらあら、なーに？貴様は我らが優勢の化身英霊アルテラ。そんなにお強いのに何を悠長にやっているのかしら。
すべき敵に情けをかけろだなんて、優勢はあなたにそんな命令出していた？破壊が役目なのでしょ？殺戮が趣味なのでしょ？あら、趣味は違ったかしら。あなたの趣味が子豚の養殖だかコリスの飼育だか知らないけれど、いい加減にしたら？おや、破壊、あなたの存在意義、他に何かあって？黙れ。おお、怖い怖い。あなたの目に射抜かれたら破壊されてしまいそう。でもこれだけは覚えておきなさい。何にしたって優勢の目的は一つでしょ。情けをかけても結果は変わらないと思うけど。また優勢か。嫌がおうにも気になる言い方をするのだな、ダークエリザ。やっとちゃんと名前を呼んだわね。もう一度また変な風に呼んできたら本当に殺してしまおうかと思っていたのだけど。いいわ、特別に大盤振る舞い。何も知らない哀れなライバルに教えてあげる。この私に力をくれたもの、1万と4000の年を経て再び訪れる破滅の星。お菓子、壊し、食らい尽くすもの、星と世界を終わらせる私のベルバー。色が悪いわよ、コブタ。もしかして何か思い出したことでもあって？惑星？世界？ベルバーと言ったな。それが貴様たちの言う優勢の中？とんだ道化の王もあったものね、セイバー。レガリアに選ばれたのに情けないったら。確かめてみなさいな。お抱えのなんとかいう義士がいたでしょ。エウレカエウレカ、うるさい全裸系バカが。尋ねればきっと答えてくれるわ、あなたたちのそれが本当は何なのか。それじゃあさよなら、私の永遠のライバル、それと子豚。せいぜい最後の時までの短い時間楽しみなさい。あがくなり嘆くなり、何もかも忘れて歌うなり。何なのだ、思わせぶりに。いよいよもって優勢とは何を指すのだ。文字通り空より来たる星か。ダークエリザの言葉に従うわけではないが、陣に戻り学士殿に尋ねるとするか。では聞こう、優勢とは何か。
その口は何を隠していたのかをな。正しいわけあってのことなら、真実を隠していた罪は寛大に処す。だが理解されえぬ天才同士とはいえども、裏切りは許さぬ。覚悟はできているな、白草のアルキメデス。お言葉の通り、神王がセラフ統一を果たしたその時にこそ明かすべきと私は自らに定めておりました。うん、つまり戦っていたのか。よう、何事かひた隠しにしながら世の陣に居座ったと。御意ですが、サーヴァントとしての好み、仮初めの命を賭して一つ申し上げたく。そうか、許す。申せ。御身に世界の命運がかかっております。こればかりはどう言葉を取り繕おうと変えられない現実です。世界の命運ときたか。似たようなものは常に感じているが、貴様の言うそれは違うもののようだ。率直に言って、セラフの存続につながる話か。いいえ、そのような生じではありません。世界とは正しく、言葉通り我々が認識する宇宙の在り方、その定義、すなわち人類そのものを指した言葉。御身の指に輝きしレガリアにこそ、月と地球上の人類とその文明全ての命運が預けられているのです。ムーンセルにシステム技師として召喚された瞬間、私はその事実を知り得ました。故にこそ私は虚偽をあなたへ告げた。ムーンセルがあなたへレガリアを与えたこと、ムーンセルが1万4000年周期のシステム更新期を迎えたこと、それらが重なったのは偶然だと。また1万4000年か。まあ、うすうす分かってはいた。システム更新とレガリアの出現は偶然ではないのだな。御意、真実は必然そのもの。月の聖杯戦争を勝ち抜いてみせたあなたこそ、1万4000年周期で訪れる敵との戦いに必要な存在であるとムーンセルは判断したのです。月の内部であれ、地球からの攻撃であれ、ムーンセルはあらゆる脅威を敵とは認識しない。あくまで干渉、接触と捉えます。しかし、そのムーンセルが唯一敵とみなすものがある。人類圏では存在しない敵、この太陽系、銀河系に存在しない敵、すなわち外宇宙から飛来するもの、その名をベルバー。1万4000年周期でこの太陽系に現れる捕食優勢、文明を破壊する魔のほうき星ベルバー。やはり聞き覚えのない名前だ。世の知る限り、各地の神話や伝説にそれに似た響きはないが。はい、これはムーンセル中枢に記録された、ムーンセルのみが記録した名称です。ですが地上には一部この優勢の記録が残されています。1万4000年前に刻まれた警告として。捕食優勢とは文字通り外宇宙から飛来する優勢です。これはムーンセルと同レベルの技術、人類を上回る知性体によって作られたもう一つの神の目と言っていい。その正体、構造は不明ですが、捕食優勢はボイドセルと呼ばれる回路でできている。ベルバーは全てを破壊する星、量子によって稼働し事象を記録観測し続けるムーンセルとはコンセプトが真逆なのです。事実、1万4000年前太陽系に現れたベルバーによって地球の戦士文明は跡形もなく消滅しました。
そればかりではありません。ムーンセルはそれまで蓄積したなゆたものありえた可能性、数多くのイフの未来史さえ奪われた。ベルバーはムーンセルを通過する際、ムーンセル内部をハッキングし、その記録を奪っていったといいます。そのためムーンセルに残された古代文明の記録は、この時空の結果と振り幅が多少ずれた未来測定が数パターン残されたのみ。 いえ、それだけを守ることに専念したからこそ、かろうじて人類の記録は守られた。ですが今回もその保証はない。いや、ムーンセルは管理の怪物。たとえ使われない記録であろうと、わずかなメモリーすら奪われたくないのだな。しかり、そのためにムーンセルは対ベルバー用の防護策を考案した。それがレガリアであり、私なのです。ムーンセルはただ観測するだけのもの。故にたとえ外敵が再来すると予測していても、自らを強化改造することはできない。まったく、これはムーンセルの宿悪といえます。この偉大な神の目は、自身より強いものは呼び出せても自身を強くすることはできない。いや、しない。そんなムーンセルが考案した防護策がレガリアシステムだった。自身はベルバーのハッキングに備え、中枢を完全に閉鎖し自閉状態に入る。どのような外敵が現れようと破れない壁の中に閉じこもった。これがシステム更新の真実です。ですが、捕食優勢の特性から考えるに、その攻撃性は前回より増している可能性が高い。守りだけでは突破されるかもしれない。そのためには中枢の外、壁の外でムーンセルの代わりにセラフを守る者が必要になる。ベルバーが太陽系から去るまでの間、壁を破壊しようとするベルバーの先兵を打倒する王権代行者、それがあなたなのです、神王よ。あなたはセラフを治めるために選ばれたのではない。セラフを守るために選ばれた。すなわち、あまたの知的生命体を擁する世界の守護、この妖乱の世界を守る大役なのです。異星者ではなく、世に戦いの王であれというのだな。それは貴様の言葉か、それともムーンセルより授かった言葉か。無論後者です。そしてかつて地上の人としてあった我が思いでもありましょう。しかし、これなる真実はあまりに重い。地上にて名を成した英雄といえど、容易に受け止めきれるものではない。それゆえに私はあなたをたばかることを決めたのです。あなたがセラフの統一を成し遂げるほどの人物であれば、その時こそレガリアの真の意味を、この命を賭して告げてみせよう。貴様の言葉は受け取った、理解もした。世界を守る王か、人類史に名を刻む歴代ローマ皇帝であっても、その域にまで至った者はそう多くあるまいな。白草のアルキメデス、その言葉真実として受け入れよう。裏切りは裏切りだが、一度目は許そう。その首、今は貴様に預けておく。だが、世を見くびったことは反省するがよい。確かに世の理解を超えた敵ではあるが、それが一体何だというのだ。世はバラの皇帝、魔のほうき星などにおののくものか。空に輝く星々は至高の美を彩る輝きなのだから、それを守ることなぞ当然すぎて迷うまでもない。要は奏者の伴侶であると同時に民を守る皇帝。たとえ彼方より飛来する敵であろうと、奏者と民とを守り、これに打ち勝つ。ムーンセルに言われずとも成し得てみせよう。見事、見事なまでの宣言、感服の極み。
東大のムーンセルシステム技師として、私は最大の敬意を持って仕えることを誓いましょう。私は嬉しい。これでようやく本当の戦いが始められる。我らが神王の敵は捕食優勢ベルバー、ムーンセルを破壊する魔のほうき星。神器を一転し、この困難に打ち勝ちましょう。あのものは何か間違っている気がするのだ。奏者はそうは思わぬか。破壊を口にしながら除名の可能性を口にする。自らを無慈悲と語りながら敵対する者の闘争を良しとする。世にはあやつのあり方がよく見えぬ。何者なのだあの女は。いや、そういうことではなく、なんというか内面の話というか、えい、世もうまく言えぬ。しかし文明の破壊か。しかしどうにも世の胸に引っかかってしまう。あの者の言葉と気配、いや全てに対して違和感があるのだ。であろう、新しい石鹸を持ってきてはくれぬか。何をそのようにうつむくのだ。世がこのようにして肌をさらしているのだぞ。一日のうち世がこうするのはそう多くの時間ではないのだから、きちんと目にしておくべきではないか。うん、伝わるというか、うむ、そうはっきり言われると世も気恥ずかしくなってきたな。言っていたとも。そして世は自分がいささか情けない。このような惨事一つで胸をときめかせるなど、恋を知らぬ生娘ではあるまいし、慣れた弱みですら意識してしまうとは。だが世は負けぬ。負けぬぞ。この場での主導権は世にあるのだからな。気の利いた一言でたちまち取り戻してくれる。では行くぞ。心して聞くがよい。奏者よ、そなたは半身欲を知っているか。うむ、先日玉座の端末でテルマエについて調べたところ、そういう変わった入浴法があるという文献。それによれば人間の心臓がある方の半身だけをぬるめの湯に浸すそうなのだが、そうであったか。危うく信じるところであった。うん、やはり情報は多面的に見ろということか。まあよい。巧みなトークで場は盛り上がった。世は主導権を取り戻せたな。
取り戻せたであろう。であろう。矢も伸ばせて楽な話題が浮かばなかったが、なんとかなったのでよしたしや。しかし紺の横装のデザインは失敗したかもだ。もっと大きく作っておれば。そん、うむ、そうだ、この戦いが終わりセラフを統一した暁には大浴場を作るとしよう。町一つを浴槽に見立て、七つの海を模した大浴場と大サウナ、そして南国の美味と美女。要は自分の才能が怖い。一つの町を湯のために使うなど、時の皇帝ですら考えぬこと。まさに娯楽の殿堂。そうであろう、奏者よ。温泉のための町、うむ、温泉街ドムスイグニスと名付けたい。